アメリカのバイデン大統領が4日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談しましたパレスチナ自治区ガザの人道状況を改善させるために即時停戦が不可欠だと強調しましたバイデン氏はガザで食料支援団体、ワールド・セントラル・キッチンのメンバー7人が犠牲になったイスラエル軍による1日の攻撃について容認できないと非難しました。 その上でネタニヤフ氏に支援関係者や民間人を保護する措置を発表し実施する必要があると述べましたまたアメリカのガザをめぐる政策は今後のイスラエルの対応次第で決めると警告し戦闘休止や人質解放をめぐる間接交渉で迅速な妥結を求めました